こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています板橋由香です。リバティ時代を超えて楽しむログキャビンベッドカバー製作中の3段目のご紹介です。前回の動画からだいぶ時間が空きまして、キルト展があったりもしたんですけども、ちょっとストップしてた時期もありましたが、本当に隙間時間を見つけて縫ったりしてるんですけど、実は縫うよりも生地を取るのが結構大変で、準備さえできていれば隙間時間にコツコツやってます。本当にキルトは時間の貯金だなというふうに思いながらやってます。で、これ1段目、2段目で3段目に入りました。3段目上とくっつくので縫い合わせるとこんな感じですね。この一つが裁判所の階段というログキャビンなんですけれども、縫い方に関しては、だいぶ前になるかもしれないんですけど、以前の動画でご説明していますので、ちょっと気になる方は復習も兼ねてそちらご覧いただけたらと思います。3段目半分ぐらいまでこんな感じで縫い進んできてます。で、ちょっと3段目をやりながら、同じログキャビンのこの裁判所の階段でこんな感じで寄り道してます。別の生地でも縫い合わせをしています。これはこれでちょっと小物を作ろうかなというふうに考えてるんですけども、ここで生地がまたこうつながってくると塊ができてくるのが面白いなと思いながら作り進めています。これをベースになんですが、今回は変形ログキャビンを作り始めたので、そちらのご紹介です。ベースはこれなんですけれども、縦と横の長さを比率を変えました。横長にしてみようかなということで、こちらで使っている生地と同じなんですが、まあ、このチェックはちょっとチェックとかこの中心のこの灰色は使ってないんですけども、同じ生地でちょっとワンポイントで別のものを入れたいなということで長さの比率を変えてみました。中心からまず横長、これ最初の上の1枚は縫ってあります。で、次下ですね、中心あえてちょっと色を変えずに同じ柄で遠目で見た時に一つの塊にしたいので、同じ生地でやってみています。永平さんの柄は切るのが本当にかわいそうで、どこで取ろうかなって考えてると時間が経っちゃいます。それでしょうがないと思いながら端から取り始めるんですけども、ああ頭がとか、ああ首がとか、ああ腕がと思いながら、まあでもしょうがないかと思いながら使ってるんですけど、本当に可愛いですよね。縫い合わせの仕方は通常のログキャビンと一緒です。本当に辺の長さが同じところを順番に縫っていくという感じですね。印の先からで縫い切りで、でずっと縫っていきます。こういう記事を見ながら眺めているだけの時間も考えたりすると、まあ、それもちょっと豊かな時間なんですけど、リバティは柄行きでまたちょっとこう、ね、物語があったりするので、そこも楽しみながら縫い進めてる感じですね。で、端まで縫い切って、で玉留めですね。ちょっと余計な縫い代を揃えて、でこれでまた開きます。なんか微妙にその切り離したものがまたくっついたりして面白いんですけど、柄が、はい。でこれで上下を縫いましたので、今度は横になります。で今度横がこういう形で無地を入れてちょっと締めるんですけれども、これでまた今度上下はこの柄ですね、横っていう形で長方形のログキャビンを作っていく予定です。先ほどご覧いただいたこの辺と合わせてちょっとまた何か小物にしたいなというふうに思っていますが、ログキャビンの縫い方は再三ちょっとあちこちでいろいろご紹介もしてますし、皆さんご存知かと思うので一本縫っただけで大丈夫かなと思うんですけれども、ここで今日のポイントです。変幻自在のログキャビン、縦と横の長さを変えてみたということで、横長のログキャビンが出来上がります。これを縦長にもできますし、色合いもちょっと今回は塊にしたいので、こっちは赤、こっちはグレー、上下こう一緒のこう塊にしようと思ってここをしてますけれども、色合わせ自体も
1段同じ色で全部塗って、2段目は違う色で塗ってっていう風にしていっても面白いですし、同じ赤でもいろんなプリントを入れていくとか、そういったやり方でもまた変わっていきますし、形にしろ色にしろ本当に変幻自在なので、まだちょっとご紹介はしていませんけれども、正方形長方形以外にも六角形だったり三角形だったりひし形だったりでログキャビンっていうのも作っていけますし、非常に奥の深いパターンなので、楽しみがいがあるというか、やりがいがあるというか、やってて楽しいですね。前もご紹介したんですけども、ピースが細かい場合はスケートで止めていって、上から順番に外していけば、こう縫っていけるように準備をしておくと、テレビを見ながらとか音楽聴きながらこう順番に上から縫っていけばログキャビンが出来上がるということで、形が出来上がる楽しいパターンなので、はい、ぜひちょっと取り入れてみてください。で、こちらの変形ログキャビンがどんなものになるかはおいおいまた動画でご紹介したり SNS で発信したりしていきますので、お蔵入りすることはないと思うんですけども、はい、頑張ってやっていきたいと思います。今後もパッチワークキルトに関するあれこれや手作りに関する様々なことを発信していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。ハバハッピーキューティン。先日世界のこう衣装に関するお洋服に関する本をパラパラと見ていたんですけれども、この衛兵さんの制服はその舞台担当する舞台によって少しずつ違うそうです。どこが違うんだろうっていうところまではちょっと出てなかったんですけど、なるほどと思いながら、そういうのを知ってまたイギリスを訪れるとちょっとまた視点が変わって見るところがこう増えていいんじゃないかなというふうに、ちょっと心が豊かな気持ちになりました。